市西,音上中島にある西日本旅客鉄道、茨鉄道の駅である。JR 西日本の白尾線と茨鉄道の茨線が乗り入れる接続駅である。両線は当駅総社駅間で同一線路を共有して重複区間となっている。駅番号は JR の駅のみに JRV06 が割り当てられている。地上駅。配線上は 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の合計二面三線であるが、島式一面の北側を JR 線の1.2番線ホーム、南側を茨鉄道線の茨1.2番線ホームに分け、JR 中間改札、茨鉄道駅舎で仕切ることにより二面五線という使い方となっている。JR 駅舎は単式の3番乗り場側に設けられ、 島式ホームへは改札内外の日本の古選橋で連絡している。茨鉄道駅舎は、島式ホーム上、JR 中間改札の南側にあり、改札外の古選橋で東口、西口に連絡している。JR の駅は、倉敷駅が管理する無人駅である。茨鉄道の駅も、委託駅であり、2014年3月以前は、 携帯型乗車券類発行機で乗車券、入場券を発売していたが、2014年4月の消費税率引上げに伴う運賃改定の際、印刷済みの常備券、補充券による発売に移行し、入場券は一旦発売を終了していた。2016年7月頃にタブレット端末にプリンタを接続した乗車券類発行機で乗車券、 入場券を発売するようになり、常備券での販売を終了した。茨ば鉄道線と、JR 白尾線、上りの乗り換えは JR 中間改札経由の、平面移動が可能であるが、茨ば鉄道線と、JR 白尾線、下りの乗り換えは階段もしくはエレベーターで南北、どちらかの古線橋を渡らなければ行えない。JR 駅、いば鉄道駅とも、当初は、 西側からしか入ることができなかったが、2010年2月、南側の茨鉄道湖線橋を東側に伸ばす、ことで駅東口が設置された。東口整備事業の一環として、島式ホーム上、茨鉄道駅舎の北側にも、JR の簡易改札機と券売機が設置され、南側湖線橋から直接、JR 改札内へ入場することができるようになった。 JR 線では、移行かが、利用可能。JR、茨鉄道の1.2番線は、それぞれ同一線路であるが、前述した通り、茨鉄道駅舎及び、JR 中間改札で区切られている。もともとは、駅舎側の下りホームを一番乗り場として順に、不番していたが、2019年3月16日の、 ダイヤ改正に合わせて、駅舎反対側から順に不満する形に変更された。原則として、3番線を、JR 白尾線下り列車、2番線を、茨鉄道茨線上下線列車、1番線を、JR 白尾線上り列車が通る。以前は、当駅で特急の通過待ちを行う、JR 線列車が2番線に入っていたが、2009年10月の、 ダイヤ修正では、設定がなく、2番線は、茨鉄道茨線の列車が通行するのみである。また、茨線の列車同士の行き違いがある場合は、下り列車が1番線、上り列車が2番線を使用する。入線メロディは、JR が、全、ホームとも、汽車のアレンジ、茨鉄道線ホームは、同社オリジナルメロディである。 JR 西日本の1日平均乗車辞任は以下の通りである。茨鉄道茨線の平成17、19、21、23、24、26から29年は上校調査、未実施のためで得たなし。現在はバスの乗り入れはないが、かつてはバス乗り場が駅前にあり、以下の路線が乗り入れていた。ありがとうございます。